ウィクリフ・パールーは、オーストラリア出身の元ラグビー選手。ポジションは、ナンバー8、フランカー。現在ジャパンラグビーリーグワンクリタウォーターガッシュ、秋島の FW コーチを務めている。1982年7月27日、ニューカッスルで生まれる。身長194センチメートル、体重120キログラム。トンガの家系。 元アラビーズのマーク・ジェラードと、その妹で、ネットボールのオーストラリア代表、モーニア・ジェラードは親戚。ノーザンビーチス・セカンダリー・カレッジ・バルガワー・ボーイズ、キャンパス卒業。2003年にラグビーリーグに転校し、ナショナル・ラグビーリーグのセント・ジョージ・イラワラ・ドラゴンズに、所属。2005年、ユニオンに戻り、スーパー12、現、スーパーラグビーの、ワラターズに入る。 2006年、ワラビーズに初選出、イングランド戦で代表デビュー。2007年、ラグビーワールドカップフランス大会の、オーストラリア代表に選出される。2010年のスーパー14レギューラーシーズンで、ハムストリングを負傷。翌2011年3月のスーパーラグビー、チーターズ戦で11ヶ月ぶりに復帰する。2011年、ラグビーワールドカップニュージーランド大会の、 オーストラリア代表に選出される。2015年、ラグビーワールドカップイングランド大会のオーストラリア代表に選出され、同年にはトップリーグのトヨタ自動車ベルブリッツに加入予定だったが、イングランド大会で負傷したため選手登録を抹消した。2016年、トヨタ自動車ベルブリッツに加入。同年8月27日に行われた。 ジャパンラグビートップリーグ第一節の豊田自動織機、シャトルズ戦に途中出場で公式戦初出場を果たす。2018年、栗田工業ウォーターガッシュに加入。ありがとうございます。